で、私高校生ぐらいになった時に、でもずっと持ってるから、子供の時の嫌な記憶として持ってるから、なんでくれなかったんだろうと思って、ずっとあるから、一回親に聞いたことがあるのよ。うちの子に何もあげないでって言われたんだわと思って、親が言ってるのかなと思って、で聞いたら、言ってないよそんなことって、でくれなかったんだけどって言って、嫌やったんちゃう、あんたにあげるのが気持ち悪かったんちゃうって母親に言われて、もっとショックよ。あんたにあげるのが気持ち悪いってどういうことって言ったもん私。なんで飴をあげることが気持ち悪いの、同じ飴を舐めたいなんて言うてないやんって言って、先生の一個欲しいって言ってるだけやん、それまで何が気持ち悪いのって、もうさらに嫌な記憶を塗り重ねられてるの私。更新されて、あんたにあげるのがよっぽど気持ち悪かったんちゃうって言われてるの。ねえ。ありますか、もう。お母さんの、お母さんって毒舌ですよね。前にもなんか。もう結構じゃないよ。結構、そっか、モッキーさんにはあんまり話せないけど、もうこんなもんじゃないから、また話します。母親の毒舌はいっぱいあります。多分ね、言えない。これすいません、P 入れてください。私がバカなことをするでしょ？そしたら、普通、親だったらなんて注意する？道徳ってあるじゃない、親が子供に言っていいことと悪いことってあるじゃない。で、悪い親だったらあんな人みたいになるよとかさ、だったらわかるよ。私が何かこう悪いことをした時に、こらって言うのよ。え、今だったらとんでもない差別用語じゃない、子供にお前はなりたいんかって言って、サーカスに売り飛ばすとかっていう、なんかその、うん、それだったらまだ、うん、あるよね。昔の話かと思う。いっぱいあるでしょ。うん、すいません、うん、こんなんじゃないんです。今、多分全部、オールカットでしょ絶対これは。オールカットでしょうん。そしてさ、お勉強ができないときに、なんかテストでさ、すごい悪い点を取ったら、親だったらなんて怒る？私だいたい10点か20点か、まあ、言って30点ぐらいだったんだけど、それが不服だったら、親は子供になんて言う？もっと勉強しろとかさ。あんたが勉強しないから。で、毒舌な親だったらなんて言うと思います？絶対誰にもこれ、みんなに聞いて誰も答えられないぐらいとんでもないこと。全部 P ですけど。さっきの X の上を行くんですか？上を行きます。今のも P です。はい、上を行きます。さっきより上行きます。え、X ねえとかですか？もしか、もっとです、もっとです。X、すごい、うん、差別用語です。地獄へ落ちろ、差別用語、差別用語、そんなもんじゃないです。あ、地獄へ落ちろはね、地獄へ落ちろはね、地獄に落ちるって言われた。落ちろじゃなくて確実に落ちるって言われた。性格の悪い、誰が言うんだよ、こんな。もうね、勉強ができない、成績が悪い時に私に親が言った言葉は今でも忘れませんし、私は学童で子供を見てる時に、これこういう親にはなりたくないと言った反面教師の言葉なんですけれども、そんなバカでもできる、でもできるって言って私に言うのよ。もうとんでもなくない？あ、それって昭和の人ってそういうこと言うの？もうそれ私すんごいさ、でもそれはそうですね、言う、それを差別と思ってないのかな。 P でしょ、うん、絶対これで YouTube 流す。バカめだってあったじゃないですか。あったね、そう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 、それも差別用語だもんね。今だって言えないじゃないですか、うんうん、映るんですとかだもんね。映るんですとかだもん。これで分かった人昭和よね。映るんですのことをそうやって言ってたもんね。映るんですじゃなくて、普通のカメラ、うん、こういうレンズがついてないやつはバカカメラっていうのがあったんですよ。え、映るんですのことをバカ映るんですみたいに、あ、違う違う、映るんですは使い捨てカメラ、使い捨てカメラ、同じような感じで使えてフィルムを後ろで入れ替える。 あったあった、そればっかり。誰が最初に言い始めたんだろう、誰が最初に言い始めたんだろう、誰ですかね。うん、調べたら出てくるんですかね。うん、そんなエピソードいっぱいあるよ。すんごい、すっごい下ネタもう通り越えてるようなこともいっぱいあるもん。うちの親ってよく言うなーって、いっぱいあるもん。本当、特にうちのお母さんって本当に厳しいっていうか、ね、口が悪い母親だった。勉強できなかったらなるよとかね。うん、で実際ホームレスの人とかがいるじゃん。自動販売機で飲み物買ってる時にホームレスの人が、僕もちょうだいかなんかを言ってきたのよ。動けるんだったら、そんなちょうだいって言えるんだったら、きせんと働きなさいってこうやって言うのよ。ああ、それも正論じゃん。あ、正論だけど、お母さん、きは。それをね、ずっと言うから、私、さすがに高校生かの、お母さん、っていう言葉はよくないと思う。なんて言うの、あれ、汚い。すごい喧嘩になったことある、私。もうすごく嫌だった、それが。恥ずかしくて、人がいても言うんだもん、そういうこと。それ以外にいっぱいあるよ、毒舌は。うちの親は本当に九州で、九州の、九州男児じゃないけど、九州女児だけど、うん、母は。あ、すごい。そしてでも母の上を行くのが母の母、おばあちゃんです。すんごい怖かった。
99歳までね、うんこ座りしてタバコ吸ってたよ、うちの祖母は。わ、すごいですね。今も健在です。100歳になったらタバコやめるって言って、これ動画になるの、これ。わかんないです。もっきゅんさんに雑談をしたいから何かワールド出してって言ったら出してくれたので、今日の内容とワールドがそぐわないとか、ワールドクリエイターさんからうちのワールドでこんな話題しないでって。もっきゅんさんです、ありがとうございました。つかめそうな、何かあったの、何、なんかつかめそうな感じになったんですけど、何に反応したんだ。あ、これです、これです、これ、これ、あ、これか、時計か、時計だ。あ、もうこんな時間だ、すごいね、今日早めに入ったの。